さあ、那須塩原駅にやってまいりました。私、自転車芸人の大魔神大地です。突然言われてもね、お前誰なんだみたいな話になると思う。ちょっと自己紹介させてもらいますと、栃木の方で主に活動しておりまして、まあ栃木で自転車番組なんかもねやったりしてるんですけど、あとあの宇都宮ブリッツェンという自転車チームの下部組織のブラウブリッツェンにも所属してます。まああのサイクルモードなんかでね会う人は、あの競輪ブースにいるお兄さんと思っていただければ差し支えないかなと。で、今日なんでこの那須塩原駅に来てるかって言いますと、今回この那須塩原とあと那須高原を自転車で回ろうっていう企画らしい。ちょっと今日はスペシャルなゲスト来てくれてるらしいんで、早速行ってみたいと思います。あ、もういましたよ。おはようございます。あ、おはようございます。すいません、お待たせしました。今回よろしくお願いいたします。はい。さあ、今回のスペシャル助っ人、那須ブラーゼン所属の西尾啓斗選手です。よろしくお願いします。はい、名村、こんにちは、ケイティです。よろしくお願いします。さあ、今回だからまあやっぱ那須ブラーゼンはもちろん那須は詳しいでしょ。もちろんです、もちろんです。那須といえば、ね、に、はい、お僕ですから。僕、あ、ブラーゼンじゃなくて僕なんですね。先に、じゃあちょっと僕今日は何も自転車も持ってきてないんですよ、自分で。はい、好み一つで来たんですけど。いや、それが大丈夫なんですよ。大丈夫。はい、こちらあのレンタサイクルというのをやっておりまして、この降りてすぐに那須ブラーゼンの事務所があると。そうです。そこでこの自転車もレンタルできるんだ。あ、そうです。もうそういう形になっております。ありがたいですね。クロスバイクと呼ばれるものなんですけど、トレックさんのクロスバイク、はい、こちらですね。オフロードもオンロードもどっちも走れて、うんうんうん、で安全性も高いっていう。しかもまあかなりあの軽く乗れるっていうところがいいところです。はい、うん、はい、だからまあこれほら一般の方もね乗りやすいから分かるんですけど、俺気になってるのが、はい、これ自転車、これはあの電動アシスト付きの自転車って言われてます、ね。通称 E バイクですね。あ、じゃあ貸してくださいこれ。これが、え、なんすか。いや、貸したい。これこれで行こうよ。いや、これ貸したいんですけど。ぐいぐい。うん。今日はちょっとこちらで。こっちか。まあな、自転車芸人言うててな。はい。お前何電動で行っとんねんって言われるもんな。そうなんですよ。だから那須の紹介をしながら、はい、あ、なるほど。那須ブラーゼンとやっぱケイティのことも知ってもらいましょうよ。はい、よろしくお願いします。ね、言いながら俺も自分のこと知ってもらおうと思って一生懸命ですけど。那須の旅スタートです。スタート、行ってきます。さあ、男二人旅、あんま飛ばさんといてよ。もう ロードとクロスやから。最初の目的地までは何キロぐらい、ケイティ？そうですね、最初の道の駅明治の森黒磯まではおよそ10キロぐらいですね、ここから。10キロぐらいね。はい。普段自転車やらない人は10キロ、20キロって言ったら、え、そんなにって言い張るけど、はい、やっぱりロードバイクとか乗ってる人はね。そうですね、あのママチャリで10キロ乗るより全然楽に感じますよね。ね、道路に青いラインが引かれるようになったね。那須だと、はい、那須市って呼ばれてまして。那須市、このブルーラインをたどっていくと、はい、那須を一周できるって言われてます。おお、今全国にねこう島とか、はい、湖とかでね、そうです、なんとか市ってこう一周するコースあるけど、那須もあるんや。ひとまずこれさえたどっておけば、ああ、最高のサイクリングができます。マジか。はい、でもおきついんじゃないですかこれ。大地さん、うん、まあ、これは結構きついかもしれないです。あ、じゃあもう自転車乗りたい人にはもってこいなんだ。はい、チャリ旅。ちょっと裏通り入ってきましたね。入ってきましたね。まあこういうあたりがまたね、那須のいいとこですね。裏道がいっぱい、はい、那須はこういう道いっぱいあるので、ここもなんか一瞬ちょっとヒヤッとすると思ったら、ここで木陰なのね。そうです、ここがもう新緑、緑が生い茂ってて、やっぱこう避暑地なんで。そうなんですよ。これからね、夏場皆さん来られた時、ああいうなんかちょっとこうヒュッて涼しくなったり、天然のクーラーがいいよね。いいですね、かなり。だいぶもうクロスバイクも慣れてきたぞ。お、
いやでもちょっとビンディングと違ってどうかなと思ったけど、はい、踏み場所変えれるっていうのは結構でかいね。ああ、まあそれでやっぱ疲れずに長時間乗れるっていうのはありますよね、うん、お、なんかちょっと富士さん着きました。お、着きましたね。ここは明治の森黒磯。いいじゃないですか。やっぱこういうところも那須らしいですね。いろんなところにあるんだね、サイクルピレーで。じゃあちょっと中行きましょうよ。この明治の森黒磯さんは、うん、あの地元の野菜とかこう売ってる直売所があったりで、それがね、しかも安いからね、はい、僕らもだから気に入った野菜があれば背中に入れて背中入れて、はい、そしてナスドーンみたいな。あのこちらが青木の森カフェレストランになってますね。ちょっともう醸し出してるやん。焼きたてパーって書いてある。焼きたてパー販売地、はい、ね、いいっすね。なんとこちらでは、はい、ジェラートを食べていただきます。やった、はい、いいっすか。ちょっとね、確かに走ってきて、はい、まあなんか甘いものも食べたいなって思ってたとこなんで、はい、じゃあちょっと見よう。何があるの。ちょっといろいろと、はい、いろいろあるんですけど、はい、やっぱ一番は牧草ですかね。え、牧草。あれですよね、これ番組用のボケですよね。牧草牧草のアイス。野菜です。野菜ね、はい、いやびっくりした。それだってね、牛が食べてるあの牧草が入ってるわけじゃないんですよね。はい、大丈夫です。でも牛の気持ちになってくださいって書いてますから、まあ、名前からしてね。そうです、はい、いやこれでも確かにちょっとインパクトありますね。はい、牧草アイス、ここにしか売ってない。ここにしか売ってない。え、じゃあ、人気は、まあ、例えば牧草、あとはいちごですね。いちご、はい、いやそりゃやっぱ栃木やしね。間違いないです。え、なんでもいいの。何でもいいですよ、好きなの。ほんま？はい、まあだから牧草いや何でもいいって言うたよ。牧草を、うん、すみません、大地さんに一つ。あ、いいですか。はい。え、もう決まってたでしょ、完全に。まあ見てる人も気になるでしょうからね。確かに。え、ケイティは？じゃあ僕も見てる人は気になると思うので、いちごで。え？いちご。え？本物や。本物の。はい、フレッシュいちご？潰して、はい、え、そうやってお店の方が潰してくれるんですか。そうなんです。めっちゃ愛情入ってるじゃないですか。そうなんですよ。ありがとうございます。ラブ注入されてますよ、はい、こんな感じで。わー、すごい。果肉感がすごい。すごい。あ、これは人気だわ。本物だ。チャリ旅。じゃあちょっとこの木陰でいただきましょう、はい、いただきます。いいですか。溶ける前に食べちゃおうよ、はい。いや、そらフレッシュやもん。美味しいでしょ。あ、美味しい。いちごの、うん、もうこの食感と、いや生感が、はい、アイスの甘みと、うん、ちょっとこのいちごの酸味も混ざって、いや、いいじゃない。なんかもうずっとこうですねずっと上に重なってる感じ、はい、美味しいです。止まらないです。この2人、はい、めっちゃ相性いい。相性いいです。ベストカップルやん。最近僕とコンさんぐらい相性いい。なんで俺とちゃうねんなんでコンさんと君やねん、はい、じゃあちょ僕もいいっすか、いただいて。いや、野菜って言ってたら何が入ってるんでしょうね。野菜の中で抹茶じゃないのね、はい、うん、うん、うまい。でも何やろう、全然そのなんか野菜っぽいあのえぐみとか苦みはなくて、はいはい、甘みとコクがある、野菜のまろやかさ。牧草じゃなかったねほんまって入ってたらどうしようと思ったけど、その果肉感の代わりに牧草はなかったです。ちゃんと美味しい。で今日なんかほら、今はちょうど撮影の時期的には、はい、あの菜の花も終わっちゃったとね。本当やったらあっちのすごい綺麗な菜の花があったけど、はい、でも夏になったらまたいいんでしょ、この辺の。そうなんですよ。この5月頭4月はね、菜の花なんですけど、うん、夏はひまわりが咲くんですよ。最高やん。で、あのこちら後ろに見えるのが、うん、あれ、はい、うん、青木邸ってのがありまして、青木邸、旧青木家那須別邸っていうのがありまして、この建物の入り口に大きなこう杉並木が立ってて、うん、わーってそこ抜けた先にこの建物があるんですよ。
へえ、あ、そっから入っていくと。そうですそうです、うん、白いからやっぱね、ひまわりとかと一緒に見たらバッチリ合いそうやね。そうなんです。え、入れんの？中入れます。あ、そうなんや、はい、1階建て2階建てになってて。有料？ちょっと有料です。出して行こうよぜひ。せっかく来たから入りたいな、はいはい、ぜひちょっとこれからの景色が、ね、7月8月になったらそのちょっとひまわりも、はい、見ながら楽しみながら食べてもらいたいですね。ぜひおすすめです。チャリ旅。さあ大地さん、はい、実は僕もう一点おすすめしたいお店があるんですよ。なんか渡ってきたね。はい、もう道の駅渡ってすぐなんですけど、うん、こちら茶房花園さんでございます。手作りおまんじゅう屋さんでございます。おまんじゅう屋さん、まあ、名前が和だなと思ったんだけども、はい、和のお店。和のお店で、うん、和のサイクルピットが。あら、これはそれいいですね、はい、このサイクルピットちなみに4月からできて。できてばっかりなんだ。できたまま僕が足しげく通ってるもんですから。あ、ここのお店。そうです。ケイティの行きつけなの？僕は行きつけです。もう練習途中いつも寄って、あ、で自転車をこういろんなところに立てかけてたら、いよいよじゃあケイティのために作ってくれたと。あ、すいません、ありがとうございます。お邪魔します。あら、おしゃれ。あ、なんか小豆のいい香りがする。こんにちは。僕のディスプレイもおしゃれじゃない、はい、可愛くない。そうですよね、なんかね。いや、ちょっと待って、あとみんなめっちゃ可愛いよ。ちょっと、あ、はい、それで、ね、来てますいや、ほんまにね、皆さん素敵も笑顔から素敵で、僕やっぱ一番ここのおすすめポイントは、うん、僕がいつも帰るときにこの扉から出てくるんですけど、うん、行ってらっしゃいって言ってくれるんですよ素敵やわ、何も。えって言って、うん、だから思わずまた帰ってきていいんですかみたいなね。えって言って扉閉めてから、うん、行ってきますって言っていや、じゃあ言ってたちょっと言うの恥ずかしいから一人の時は。そう、言うの恥ずかしいから実は言ってたんですよと。そう、裏で行ってきますって。ちょっとじゃあおすすめとかケイティの教えてもらっていいですか、はい、で僕のおすすめはこのこしあん大福。こしあん大福、はい、好み物とかおいしそうにどうですか。はい、カフェとしても、はい、ね、そうなんです。じゃあせっかくあれじゃないですか、名物なんで。名物僕丸ごとレモネード。チャリ旅。おまんじゅうと一緒にいただきましょうか。いただいていいですか。手作り感すごいな、これ見て。この果肉みたいなことですよね。ね、うん、お、濃いね。レモネードが濃い。丸ごと、うん、ギュッてレモンの味が詰まってる。ちょっとこの手作りの、はい、ほんまこれみんな来て触ってみ。なんかふわふわでずっと触ってられる見た目のキメも細かいわ、本当に赤ちゃんみたいな、赤ちゃんの肌みたいな。いただきます。うわぁ、柔らかい。いや、うまっ。あんこが程よいね。程よいですね。やっぱこれが和菓子のこのいい甘すぎない、うん、いや、店員さんもちろん可愛いし通いたくなるのかるけど、マジうまいね。あくまでやっぱこっちですからね。そうね、これがメインよね、はい、第一目標はこっちで。たまたま可愛かった。たまたまです、ね、はい、みんな綺麗かっただけで、はい、こっちが最初やから。そうです。さあ、我々のこの那須のじゃれ旅はまだまだ続くんですけども、今回の動画はここまでと、はい、いうことになりまして、まあ駅からここまでも自転車だとあっという間でしたね。はい、うん、かなりスムーズに来れてね。で、美味しいものも食べたりとか、そうやって見る場所も素敵なところがありますし、はい、ちょっとこれからもまだまだね、まだまだ楽しみだなと、はい、思っておりますが、皆さんもぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ということで、また次回どこに行くか楽しみしてますから、また紹介してね、可愛い子いたら次も期待しててください、はい、期待します、はい。